北勝富士は愛知県春日井市で行われた大相撲秋巡業の後最高のサウナ体験をしました彼は巡業中に自ら北勝富士は大相撲の秋巡業に参加しており愛知県春日井市で行われた巡業後に最高のサウナを体験した彼はサウナ愛好家であり巡業中は自らのサウナ部 の部長として活動している。巡業後に彼が向かったのは、名古屋市中区のタマディック名古屋ビルにあるオフィスサウナであった。このサウナは、株式会社タマディックの森稔敏彦社長が作ったものである。中日フィンランド大使からフィンランドサウナアンバサダー、マスター・オブ・フィンランドサウナに認定されている同社長のサウナには、芸能人や名古屋、グランパスの選手なども訪れる。北正富士も、これ、 会社ですか、と、まずは驚きの第一声。夢が詰まりまくっている。とんでもないものを作ったんですね。いろんなサウナに行ってますけど、レベルが高すぎます。と感動しっぱなしだった。秋場所では、東前頭筆頭で勝ち越しを決め、九州場所では最悪復帰が濃厚。その空き場所では、サウナに行った次の日は全部勝ってます。と言っています。 頑張ろうって、やる気につながるとサウナの効果を語る。この巡業でもサウナでリフレッシュしながら、勝負の吸収場所へと力を蓄えていくと中日スポーツは報じています。北勝富士は、巡業中に、自身が部長を務める、サウナ部、の活動を通じて、サウナへの愛情を示しています。巡業の後、彼は、 名古屋市中区のタマディック名古屋ビルに向かいました。このビルは、株式会社タマディックの森実利彦社長が作ったオフィスサウナです。森実の社長はサウナ愛に熱中し、世界各国、フィンランドを含む、のサウナをめぐり、社員の健康促進と仕事の効率向上のために、自社ビルにプライベートサウナを建設しました。森実の社長は、フィンランドのサウナアンバサダーを及び、 マスター・オブ・フィンランド・サウナの認定を受けており、芸能人や名古屋、グランパスの選手なども、彼のサウナに訪れることがあります。北勝夫人もその目を見張るような、豪華さやこだわり抜かれた設備に感動し、これは会社ですかと驚きを隠せませんでした。夢が詰まっている。とんでもないものを作りましたね。私はいろんなサウナに行っていますが、このレベルは高すぎます。と、 彼は感動を隠せませんでした。その空き場所では、サウナに行った次の日は全部勝ってます。と言われている。彼は、サウナの効果が頑張る気持ちにつながると語っている。彼は、この巡業でもサウナでリフレッシュしながら、九州場所への力を蓄えていく予定です。11日、埼玉、七部市文化センターで、大相撲の秋巡業が行われました。 北勝る富士は、九州場所での最悪復帰が確実でしたが、この日は申し合いには参加せず、ぶつかり稽古で、北政会高の後輩である、幕下、栃地上山と十両、紫雷と胸を出しました。北勝富士は埼玉県所沢市出身であり、トークショーでは、地元の出身力士として、幕内、谷や同じ、 埼玉県出身の大栄翔と一緒に質問に答えました。また、観客として会場に来ていた元中学横綱の阿美谷雄志さんと北勝富士は、15年前に、この秩父市文化体育センターで対戦していました。大栄翔の指示で、阿美谷さんにマイクが向けられ、同世代に期待しているので、これからも応援させてください、と、 土俵上の三席取りにエールを送りました。一分を超える大熱戦の末、北勝富士が押し出しで敗れた。負けが悔しくて、今でも悪夢ですよ。秩父は、良い思い出がない、と苦笑いしている。宿敵と、因縁の地で思いがけない再会。あの頃の激戦も、今となっては良い思い出だろう。 北政まさかいかのチームメイトだった飛びざりや中学生だった大栄翔など、同世代の高校相撲出身者にとっても、懐かしく微笑ましいやりとりだった。右足で仕切り線を踏んだ後、体を揺らしながら左右の足で8回、9回と足場を整える。厚み富士の立ち合いの、ルーティン、は秋場所を沸かせた。昔から、多くの力士やスポーツ選手は、 集中力を高めるための仕草や所作があり、携帯模写のネタにもなる。高見盛りが、気合十分に顔や胸を叩く、ロボコップ、アクションは、記憶に新しい。朝昌流は、制限時間いっぱいの塩で、左手を振り上げ、回しをパーンと叩いて、闘志をみなぎらせた。相撲っぷりにもマッチしていたが、 悠然たるべき横綱にふさわしくないと嫌う人もいたものの、当時の北の海理事長は擁護した。朝青龍にあれをやめさせたら、相撲がおかしくなってしまうよ、と、横綱に甘い理事長だったが、何かにつけ批判される朝青龍が気の毒でもあったので、ここは最もだと思って聞いた。長い間に身についた流れは、簡単に変えられない。しかし、厚木富士の場合は、 まさに立つ寸前だ。幕内の先輩たちが、先に手をつかせて待たせて立ったりする取り組みが何番もある。13日目と優勝決定戦では、高景勝に逆手に取られてしまった。橋の動きが止まるまで、中腰のまま待たれ、先に手をつかされている。厚み士の地ならしで館内が盛り上がる気配も出てきた。エスカレートすると、立ち合いの邪魔になる手拍子がやっと影を潜めたのに、 再び出てくる可能性もある。八角理事長は、うちの北勝富士には、お前のルーティンが多すぎて忘れるだろうと言っているんだよ。私たちの時代は、仕切ったらすぐ、一方の手をついてから反対側の手と、みんな、自分の立ち合いに自信を持って一定だったから、互いに合わせられた、と、全体に、最後の仕切りが、長い現状に苦言を述べたことがある。 厚み富士は飲み込みが早い。スピード出世が証明している。今のうちなら直せるのではないか。若林哲次1959年生まれ。時事通信社で、主に大相撲を担当。2008年から、時事 .com で、コラム、土俵百景、お連載中。小結びの人数は、朝の山の令和、 三年秋場所以来の最悪帰り先が実現するときに三人になる。九州場所の番付の焦点は、小結びの人数であり、秋場所では、関分形状で、二桁勝利が二人だけという状況であったため、幕内上位には高成績者が多く、大敗する力士も少なかった。そのため、前頭上位が渋滞する見込みであり、これを緩和するためには重ねえ、 朝の山、北勝る富士と小結びを三人にするのが良いと思われる。従って、ここでは、小結三人で予想番付を作成してみた。また、厚見富士は秋場所で大活躍したが、八枚目あたりにとどまる見込みであり、上位陣総あたりの地位へはもう少しで到達する。また、秋場所は、 幕内力士と重量力士の対戦が一番もない珍しい取り組み編成となった。友風が令和元年九州場所以来、4年ぶりに幕内に戻ることが確実。東ず白龍、狼雅、吉野海、北の若の4人が新入幕の見込み。重量では、秋場所新十両で12章をマークした大野里が5枚目あたりに上がる見込み。新入幕へは、 大勝ちが要求される地位になりそうだ。重量と幕下の入れ替えでは、幕下上位の高成績者が少なく、本来重量から落ちてしまいそうな成績の力士も何人か残れそうな感じだ。新重量は、飛翔しただ一人になるとみられる。大相撲の秋場所千秋楽では、大関の高景勝と厚見富士による優勝決定戦が行われ、高景勝は幕の内最高優勝を果たしました。 厚み富士は千秋楽を三敗で迎え、浅野山に敗れて四敗に後び去りしました。四敗の関脇、け、大栄賞に対して高景勝は勝利し、北大鳥と高安は敗れました。優勝決定戦は、名古屋場所の宝昇龍と北勝富士に続き、二場所連続のこととなりました。十四日目、二十三日、東京、 両国国技館で行われた横綱相撲の前頭4枚目、裏と前頭ヒット、北勝富藤の一番で、裏が、押し出しできた勝富藤を下し、勝利を決めた直後の裏の動きが、一部の視聴者の注目を集めました。アベマのコメント欄には、裏の戻り方 W、バックステップの職人みたいだ、といった声が寄せられました。 立ち合いと同時に引き足に誘った北富士を、裏が一気に押し切り。